お水いっちゃう。はい、旦那。あ、ふゆはちゃんか。はい。ありがとうございました。いえいえ。みんな食べ終わって出て行かれました。すみません、私食べるのが遅いので。あ、はい。ん？どういうことですか？はい。旦那は厳しいんだか厳しくないんだかよくわかんないわ。で、私にも飴をちょうだい。つむじはやめねえ。腹が下る。おいっす。やっほー。ちゃーん。どうぞ。うん、イーブルがあって身は夕食に使ってもらおうかと思ったからアラを使わせてもらった。もち、目の周りや顎のあたりが美味しいよ。ご不満ならまた水着のお披露目会でもする？出した甲斐があった。
でしょうか。今手が離せないので誰かに持って行かせましょう。わかりました。お茶をお持ちしました。冷やし抹茶なんです。いえいえ、ありがとうございます。高弘さんが喜んでいただくだけで嬉しいのです。では失礼します。高弘さん、これこれ見てください。綺麗なんですよ。中には黄色くて透明な、青色のセロハンに包まれた中には青くて透明な、ピンク色のセロハンに包まれた中にはピンクの透明な飴玉が入っているのですよ。綺麗ですよね。そんなこと言わないでくださいよ。はい、高弘さんにあげます。高弘さんにすごく似合う色なんですよ。空と同じ色、空みたいに透き通った青。でも見ているだけでも綺麗ですから持っていてください。それではこれから他の皆さんにも飴玉をあげなければならないので、リニアは失礼します。
高弘さん？こんなところ？あれ？ここは図書館？本の番です。嘘です。またやってしまったようですね。今日は早番で部屋で横になってたんですけど、時々ふらふらとここに来てしまうんですよ。ここにいると落ち着くんです。紙の匂いやインクの匂いがしてとっても気持ちいいんですよ。そうですね。大丈夫ですよ。一人で帰れますよ。ですね。世界のどんな場所で見る夕焼けも同じく美しいのですね。ごめんなさい。この島へ配属される前ですか？そうですね。医療関係の部署で働いてました。いえできませんけど。医療関係といっても特殊な部署だったのですよ。だから私でも勤まる職場で、そんな大層な仕事なんてできなかったのですよ。だからこの島に。恥ずかしながらそうですね、私はそこで何もできなかった。何一つできなかった。ですね。空って青かったり紫だったり赤かったり、いろいろな色を持っていて、でも夕日は綺麗です。夕日はどんなところで見たとしても等しく美しいのですね。
そうですね。でした。おやすみなちゃいませ。思ったのになかなか旦那来ないから、ついでに包丁研ぎをやってたのよ。え、そうかな。私にはお構いなく。ちょっと待ってね。よし、できた。